矢部のりみちや、ぶのりみちは、戦前活躍した沖縄県の東手家。松村宗根に支持した、首里主の大家で、松村耕作、糸須やすにも支持した。1866年、やぶのりみちは、首里山川村に生まれた。林家が、松村宗根宅であり、幼少の頃から松村に、当主を支持した。やぶは、松村氏巨後は、同門で、兄弟子の糸洲。 安常の門下となった。矢部は他にも本部朝、勇、本部朝元と共に白での松村工作に支持し、変詞を磨いた。1890年、矢部は沖縄県立第一中学校を中退して、陸軍共同団に志願に入団した。応募者50名庁のうち合格したのはわずか3名で、いずれも当時、糸す門下であったことから、 軍部や県役所はこれを契機に空手に対して興味を持ったと言われている。ヤブの軍歴としては沖縄県人として初めて日清戦争に従軍した。その後、日露戦争にも従軍し注意となった。ヤブの活躍は当時の沖縄県の新聞でも盛んに報道され、ヤブ軍曹のあだ名で一躍県民の英雄になったと言われる。日露戦争後は、 沖縄県師範学校の体育及び、兵式教官に就任。生徒たちに、兵式体操と空手を指導した。巨田重発は、師範学校で、ヤブのジオンの指導を受けたと考えられる。師範学校在学中、ヤブに空手を教わった、義馬新金によると、ヤブは、内ファン地の型のみを指導していたとされる。ヤブは、松村宗根の裁判年の弟子であり花上長。 シげるととに、イトスの筆頭弟子とみなされている。しかし、実際には、ヤブの空手は、松村の手であり、イトスの空手とは異なったものである。ヤブは、イトス、安常や、東、女広史料に習い、自らの流派こそ残さなかったが、遠山広試験やヤビク猛徳巨大重発に空手を、指導したことで、現在も、ヤブの方は保存継承されている。また、 ヤブが市販学校で空手を指導したヤビクトクが監修するブラジルでの動画が発見されたことによりヤブの空手については全貌が明らかになりつつあるこの動画には基本動作も含まれていてこれが平式体操ではないかとされている以上のことから現在の稽古体系つまり基本移動式約束組手等は従来本土に 空手が普及して大学等で発展した稽古体系であるとされてきたという説を覆し実際にはヤブが兵式体操の訓練を参考に空手の稽古に導入したものと考えられるヤブの空手理念については唯一憲法外説で1930年にヤブにインタビューした記事が掲載されているそれによるとヤブは松村に指示していた頃から真剣の練習試合を 防具なしで行っていたことや、親友の本部、朝本と共に組手研究を行っていた様子が紹介されている。また、道場破りなどもしていたというエピソードもあり、当時の空手家の中では、本部朝本、キアンとモノリと並ぶ、実践空手家であり、近代空手の礎を築いた一人と言えよう。1918年にヤブは、ハワイ経由で、アメリカ本土に渡り、 1927年までアメリカに移住していた長男、県連のもとに滞在した。1929年再び沖縄県市藩学校で空手を指導するようになった。1934年には首里の自宅で空手指導を行った。晩年は結核に侵されていたようである。1937年阿部は空手道基本型の制定に参画し同年死去した。 ギャブはもっぱら、内反地を指導し、自らは、交渉君と54歩のみ稽古していた。武士、本部浅本沖菜に、実践団を聞く。琉球新報昭和11年11月9から11日記事、参照、木間新金、藤原良三対談、近代、空手道の歴史を語る、ベースボールマガジン社三木に三郎、高田水穂、憲法外説養樹書林。 ありがとうございます。